涼しい。本日の配信はクーラーカートソレイユ関東化成さんの提供で配信させていただいております。夏はこのウルトラ涼しいカートで快適なゴルフを皆さんやってみてください。はい、横田さん。はい。はい。なんか興奮してませんか、横田さん。いやー、遊ぶもすごいね。ネゴシエーションの力が。いやいやいや、とんでもないです。すごいね。とんでもないです。とんでもないです。すごい人呼んだね。はい。で、横田さんも。はい。今年全英シニアオープンのマンで挑戦しますけど、はい、全英の先輩が来ましたよ。それも、うん、つい、うん、2019だっけ。2019です。ウォーンバーンゴルフクラブチャンピオンでしょ。はい。いいの。俺最も会いたい女子プロゴルファーだぜ。いいの。はい。本当、はい、おもてなしするには最高じゃん。はい。すごいね最近。はい。茶室を用意させていただきました。さすが。はい。グランフィールズさんすごいねやっぱり。超高級。はい。ゴルフコース。はい。じゃあもう外で待たれてるんで。あ、はい。もう呼んでもいいですか。はい。はい。ぜひ。じゃすいませんお願いします。失礼します。こんにちは。すごい人来ましたよ。すごい方来た。どうぞ。すいません失礼します。よろしくお願いします。すごい方来ましたよ。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや初対面です。初対面です。初対面です。はい。もう光栄ですよ。こちらこそです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はねいろいろお話聞かせていただこうかなと思っております。はい。ちょっと案外と小柄でね。はい。身長ちっちゃいんですよ実は。そうなんですね。はい。それではおかけになっていただいて、じゃあ改めまして自己紹介の方お願いいたします。はい。はじめまして、渋野日向子さんご本人公認そっくりさんとして活動させていただいております神田美優と申します。よろしくお願いします。そっくりさんだったの？はい、そっくりさんです。もうそのまま通した方がね、よかったのかもなと思うんですけど。はい。しかし似てますよね。ありがとうございます。それであれですもんね、スイングとかもね、はい、バッチリ。バッチリです。完コピしました。して、はい、やってますよね。はい。はい。今日は、企画は今日の企画です。はい。はい、もう終わりました。終わった。今日の企画が終わります。ということで、ありがとうございました。はい。だけだとちょっとね時間が余っちゃうので、はい。まあ渋野さんのそっくりさんのはい今日はゴルフおすすめ夏のゴルフおすすめグッズをはいお持ちいただいたんで、ぜひいろいろ横さんにもね紹介していただきたいなと思って。暑さ対策ですよね。暑さ対策です。危ないですからね。最近の夏は暑いから。そう。もう本当に戦い行くようなもんだもんね。はい。はい。それを僕も持ってきましたよ暑さ対策。あ本当ですか。もう絶品のやつ持ってきました。じゃあちょっとじゃあ横さんから。あいい？うんどうぞどうぞ。まずは、うん、最初は普通にバケハですよ。バケハがやっぱ違うんですかキャップとかバイザーとか。やっぱりこう首元とか後ろが焼けるとやっぱり疲れが全然違う。うん。女性だと気にしますね。ああ。あとこの間僕のここがアップになった時のシワの入り方が半端なくて、うわ劣化するんだ首元と思ってもう絶対それからもうバケハにしようと思った。夏はバケハ。夏はもうバケハもう流行ってるし、確かにいろんな方がね今おしゃれだしやといいですよね。でもやっぱりこれ渋野さんはこれですよね。これですピンさんで。あともう一個マジでもこれだけはもう絶品中の絶品で、これね僕の考案でラフ&スウェルさんに作ってもらったんだけど、夏ってやっぱ土砂降りとか急な夕立とか来るじゃないですか。その時にねカッパ着るともう汗で濡れちゃうし、着ないと雨で濡れちゃう、どっちにしたって濡れるから、もう着たくもう大嫌いなのね、夏のカッパって。だけどこれ見てください、これ、ここメッシュ。ああ、そのガチャピンのお腹見たくなってるところはメッシュだったんです。そう、メッシュ。なるほど。手入れてみていいですか。あ、透けてる。あ、本当だ、透けてますね。そうそう、ここって別に雨当たんないから、アドレスして歩く時も傘でしょ。で当たるのはこの肩と背中だけだから、ここだけあればよくて、ここはスースーで風通しいいから汗かかないカッパ。これは確かにそう。これだけはね、僕ね、今ラフ&スルさんにちょっとお願いして、ちょっとこれ作ってもらったらなんかいいななんて言ったら本当作ってくれてね。スーパードライって書いてますよ。もうでもごめんなさい、完売。完売？ネットは完売。もう即売れちゃった、案の定。だから来年もう一回多分出ると思うんで。そしたらじゃあ私もショップではあるかもね。百貨店さんとか柿の木坂どうなんだろう、あるかな。まあちょっと問い合わせてほしいんだけど、でもこれはアイテムとしてはもう完璧な。超おすすめ。これ暑さ対策、濡れる心配がないからいいですね。そうなんですよ。まあこれが僕のまあおすすめです。はいはい。で渋野さんは？渋野さん、ちょっと暗号にあるんで。はい。私は今日これ食べちゃう。いただきます。グランフィルさんはもう本当すごいですよね。お茶菓子、はいはい、私はこちら、シャツヒエールです。これ知ってますか？本当に使ってるんですもんね。使ってます。持ってきてくださいって僕お願いしたんですよ。そう、シャツヒエール結構使っちゃってるんですけど、私がまあ以前キャディーさんのお仕事してる時からちょっと使わせていただいてるんですけど、暑いじゃないですか。そういう時にシャツこのシュッシュッとすると、なんと冷たいんですよ。なので風が当たるとすごく冷えってするので、なんていうんですか、涼しい、もうなんてクーラーの中にいるような感覚になれるので、私はこれは本当におすすめしています。これはドラッグストアとかそういうところで売ってるんですかね。あ、そうですね。ドラッグストアとかドンキとかいろんなところで売ってるので、もしよかったら使ってみてください。そしてこちらですね。扇風機、ハンド扇風機ね。これでこれシュリーのこれはだいぶいいかもわかんないですね。やっぱりなんていうんですか、その打った後にカート乗ってる間涼しむ時にこれは使えるかな。なるほど。持ってます。また全然関係ないの持ってきましたね。また暑さ対策には全く関係ないの持ってきたじゃないですか。やっぱりこちらじゃないですか。結構ゴルフの時はこちらは必ずモグモグタイムだ。モグモグタイム、小道具ですね。でも本当にこっちは暑さ対策としてやっぱり塩分だったり、本当に熱中症対策として食べさせていただいてます。なるほど。はい。そしてタラタラしてんじゃねえよ。タラタラしてんじゃねえよですね。これ大爆発したんでしょこれ。売れました。めちゃめちゃ売れたみたいですね。もう取り寄せもできないぐらい売れちゃって。今は買える？今もう大丈夫で、もういろんなところに売ってますので、ぜひ皆さん食べてみてください。でも渋っ子になりきってね、渋野さんになりきって。でもぐもぐタイムはやっぱりね、理にかなってるよね。はい。ずっとタンパク質入れたりとか。そうなんです。一気に入れないのが大事なんですね。そうそう、血糖値上がっちゃうから。はい。でシャンボンもね、8回タンパク質取るっていうしね。なるほど。はい。こんな感じですかね。はい。僕もねちょいちょい持ってきたんですよ。どれ持ってきたの？そこに置いてるんですけど、あ、ヨコさんじゃあカメラ交代していいですか？これ僕のためっていうよりも、横田さんのためっていう方が大きいかな。これクーラーボックスにもうガチガチにもう氷ぶち込んで。で、はい。あれ？特茶。ありがとうございます。やっぱサントリー製品なんだ。やっぱサントリーですね。そうだよね。はい。もうこれにもう直接。命だ。渋野さん命だ。こうやって入れちゃいます。特茶とかね。はい。でこれ。これ首に巻くんです。すごい。皆さんそれひんやりしてるわけ？ひんやりしてます。こうですよね。そうです。首に巻きつける。ああ、なんかひんやりしてる。なんだろうこれ。ちょっと横さん、こういう感じですね。あ、もう寒いです。ゾクゾクします。ゾクゾクするぐらい寒いです。本当。うん、こういうやつ。冷凍庫で1日凍らしといて、コース持ってくと、まあずっと冷たいっていうアイディア商品でございます。まあこれがあればね、これがあればもうこの中入れちゃえばいいんで。確かに。原始的だけどクーラーボックスってすごく大事。氷めちゃめちゃ入ってますね。うん、氷めちゃくちゃ入れてきました。なるほど。はい。あとね、まあ我々つけてるサングラスアイボルですよ。アイボル。こちら。アイボルです。やっぱ日差し強いですから。あれ、お揃い。アイボル大事です。僕はね、これ暗いとこに行くとレンズが透明になって、明るいとこ行くとレンズが黒くなるやつにしてる。変わるの？変わるの。すごっ。ほら、ゆこさん我々忘れ物多いじゃないですか。だからご飯食べるって言ってこれ置いちゃうと忘れてっちゃうから。だから室内だと透明になるように暗いとこでは白くなるレンズ、透明になるレンズ。じゃあ遊ぶのレンズはそれだ。渋野さんのはそれ。渋野さんも本当にサングラスとして使わせていただいてます。純粋にね。なるほど。アイボール軽くていいです。山本社長いつもありがとうございます。じゃあせっかくですからその冷抹茶、お抹茶をカシャカシャカシャってさっき氷の音がでこう立ててくださって。めちゃくちゃ美味しかった。さっき話の途中でそれ話の腰折ると思ったから言えなかったんで、ちょっといただいてみて。いただきます。渋野さんもいただいてみて。あ、いいですか？はい。せっかくなんで。いや、本当いいよ。いただきます。はい。うん、美味しい。美味しいでしょ。濃厚。うん。で、濃厚でいて口の中すっきりしますね。はい。うん。見てこの。僕ゴルフ場でこんなん僕初めてなんですけど見てくださいこれ、ね、お茶菓子珍しいですよね。はい。かなさん食レポとかできます？食レポ、はい、あまりやったことないです。ちょっとじゃあ初の、はい、あ、ごめんなさい。渋野日向子さんなりきっていただいて。はい、うん。あ、先にね、そのお菓子から言ってください。じゃあ、いただきます。はい。これ、一口じゃない方がいいですよね。もう一口でいっちゃってください。いきます。はい。もう多分切ると大変ですよ。ですかね。これ刺しちゃっていいんですか。ブスッと。いただきます。うん。美味しい。なんか。なんて言うんですか。待って、食レポ下手くそなんですけど。今わかりました。はい、からのこれ言ってからの、はい、と出ると思う。俺それがすごい感動したから。いただきます。わかるでしょ。わかります。言ってなかったでしょ。甘いじゃないですか。で甘さ加減がちょうどいい。よくなるよね。この苦さが。そう。マッチしてる。抹茶だけにマッチしてる。じゃあということで、いや本当夏にこのね冷たい抹茶この茶室で飲めるグランフィルズさんものすごいホスピタリティなんですけど、茶店だけじゃないんですよ。ちょっと外出てみますか。これもね風情があって、はい、この水の滴る音っていいですよね。ヨコさん、はい、そしてご覧いただきたいです。暑さ対策の最高たるものがこちらでございます。これはもう最高峰でしょ。さっきの茶室もそりゃいいけど、はい、うん、やっぱ夏はこの、うん、本当にカンカンに言えますか。まだまだこれまだまだ最強あります。まだまだ最強ある。結構強いですね風。はい、本当に5度だからもう冷たい。5度の風が顔に吹きつけるわけですね。でこのアングル、これ全部自分の方に向けることもできるし、全部渋野さんの方に向けることもできるしね。これを自分の顔にマックスにしてやったら本当すごいことになる。寒いです。この風が5時間8時間、そうフルマックスで稼働できるこのビッグバッテリーがあります。はい、既存のカートに簡単につけることができるんですよね。アッセンブリーでもうすぐにカートにこうコンプリートっていうのはそれなんていうのつけることができる。じゃあ次の日にできるか分かりませんが、ちょっと工事に時間かかるかもしれませんけれども、今結構注文入ってるみたいですよね。このグランフィールズさんでもう7月から5台稼働するらしい。やっぱりリッチだね。5台、はい、個人で購入される方もいるんだって。今日も5組しか入ってないらしいんで、ちょうど全員使いますね。すごいこれはね。ソレイユさん、そしてお尻にはそう冬になれば今度シートヒーター。バッチリですね。冬はお尻から暖かくなることができます。冷え性にはありがたいですね。ありがたい。USB の充電ポートもついてます。もう最近のねゴルフは携帯の充電器は欠かせないですもんね。欠かせない。はい、すごい。というね、はい、ということでまだまだこれから夏厳しくなってきますからね。ガンガン暑くなる。はい、もうこれが入ってるゴルフ場に行きたいぐらいですもんね。まだ間に合いますよ、多分。まだ間に合います。はい。大急ぎで。ゴルフ場の VIP のね、お客様が来るオーナーさんは、はい。これを慌てて注文した方がいいと思います。ちょっとご検討ください。はい。はい。じゃあ、はい。じゃあこのカートで移動して、はい。神田さんがどれだけ渋野日向子選手のスイングを再現できるのか、ね、はい、ちょっと見てみましょう。見せていただきたいですね。はい、では横さん、はい、神田美優さんに、渋野日向子選手のスイングを再現していただきます。はい、横さん、はい、スタートアナウンスお願いします。それでは第1組目の選手のティーオフです。2019年全英女子オープンゴルフチャンピオン、渋野日向子。おお、取れた。おお、取れた。おお、取れた。ナイスショット。いいね。その感じね。ナイスショット、フェアウェイど真ん中。すごい。超えましたね。ちょっと不安だったんですけど。いいね、いいね、いいね。ありがとうございます。いいわ。そこでね、ボールの前で素振りとして、豪快な素振りをかまして、帽子をつまんで一礼をして、そこにね太もものとこに手を置くんだよね。その仕草も、そしてサルーデからのハンドダウンからの、おお、うまい。ありがとうございます。ハンドダウンからの、おお、うまい。ありがとうございます。ハンドダウンからの、おお、うまい。ありがとうございます。あ、一緒や。ありがとうございます。そのお辞儀の仕方がまた似てますな。ありがとうございます。似てます。よかった。はい。似てましたね。ありがとうございます。案外とうまい。フェアウェイど真ん中にね。ど真ん中に。ガテ越えるかなって一瞬心配したんだけど。私も心配だったので、良かったです。ちょっと練習がちゃんと。もうちょっとこのダウンでね、こうしなやかさが出ると、ちょっといいかな。じゃあそちらは神田美優さんの方のチャンネルで、より渋子に近づくための。そうですね。はい。じゃあプロジェクトやりましょう。はい。いいんですか。はい、それやりましょうよ。僕だけじゃなくて、いろんな人に教わるっていう。ぜひ。ティーチングゴルフ。どんだけ渋野さんに近づけるかっていう。はい。最終的にもう本当に近づいたら、もう本物ですね。もう 200% 完コピで。そうですね。はい。僕もやっぱりジャンボ尾崎さんに憧れて。はいはいはい。もう全員もうジャンボ尾崎でしょ。僕らの年代の。もう汗の拭き方までこうジャンボできじゃあ私はもう全部渋野日向子さんでいきます。素晴らしいですね。そうです。チャンネル名は何と検索すれば？普通に神田美優と検索していただくと出てくるので、もしよかったらお願いします。神田美優の美は美しい。美しいに優秀の優、優しいの優。はい、優しいの優。神田美優です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして神田さんあれでしょ、今年全員行くんでしょ、今年。はい、実はそのやっぱり聖地、渋野日向子さんのね、やっぱり行かなきゃと私自身が思いし、その全力応援を渋野日向子さんにしたいなと思い、今回ちょっと自分なりに企画させていただき、またその渋野日向子さんのモノマネを始めてから、いろんな人から癒されるや、笑顔をもらうよとか、僕もまたゴルフ頑張るとか、たくさんの DM をいただいてまして、そのやっぱり私自身も、夢があるんですけど、そのなんていうんですか、資金ゼロから今回、今始めてるんですけど。はい、なんていうんですかね、そのクラウドファンディング。クラウドファンディングも、そう、ちょっと資金が、全員行くのにちょっと資金がね、足りない。高いですからね。高いです。僕もね、全員シニア今度行くんですよ。あ、そうですよね。7月に。はいはい。まあ、お金かかるんで。かかりますよね。僕もエスプリさんと組んで、旅行にしましたけどね。はい。皆さん参加型の。はい。それで。クラファンで。クラファンで、そのゼロからスタートっていうことで、その。なんで、もう。叶わない夢じゃないですか、ある意味そのゼロからっていうのは。なのでその少しでもこのゼロから資金を集めて、目標達成が70万なんですけど、70万達成して、今おいくら？今が23万です。まだまだ大きい日の丸の旗持ってって、そのクラファンで寄付してくれた方の名前を書かせていただいて、私一人じゃなくてみんなと一緒に行くという思いを私今回の企画に込めさせていただいております。それは渋野さんの応援にもなると思いますよね。はい、そう、私だけじゃなくて本当にみんなで全力応援を渋野日向子さんに。じゃあ渋野さん応援団代表というような雰囲気の立場もあるかもわかりませんので、渋野さんのファンの方もね、応援してあげてくださるといいですね。お願いします。どこから行くと？ファンのページはインスタグラムから行くと、インスタグラムのなんですか、プロフィールのところに今貼ってあるので、そこから飛べます。あとはクラファンの方で神田美優と検索していただくと出てくると思うので、ぜひお願いします。はい。この動画の概要欄にも貼り付けさせていただきます。なかなかね、すごい謙虚な明細をさっき見ましたよ。はい、宿泊で5万円。ずっとね、ヨーロッパで1週間いたら何十万もかかるのを5万円で一応算出してましたからね。皆さん贅沢をするわけじゃないんで、ぜひ協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。すいません。今横田さんがね、お手洗いから戻ってくるまでにちょっとお化粧直しをしてました。見てください、こちら UV もついてるB ファンデーションになってます。こちらなんとやっぱりね、女性は何といってもシミとかすごい気にされるじゃないですか。なのでこちら見てください、分厚い。これを塗れば、私結構今シミがあるんですけど、シミが隠れるんですよ。なんでこちらを今横田さんとね、これから後半のプレーを一緒にやるのにちょっと綺麗にしようかなって、今ちょっとこっそり綺麗にしてます。そしてなんとこちら、じゃん、パウダーもあるんですよ。こちらもなんと UV がついてまして、こうね、やばい、横田さん来る、こうさっさっさってやることによって細かいんですよ。なので肌がより綺麗に見えるそうです。やばい、横田さん来た。なのでこれからハーフラウンド、後半のラウンド行ってきます。